こんばんは、坂本龍一です。また火曜日の陰険な火曜日の夜がやってまいりましたけども、つい先日ですけども、クラフトワークが来日しまして、ブブブブバンザーイという感じで非常に良かった。コンサートも良かった。ラルフに会った。とってもいい人で、優しい人で、神経質な人でした。お話をしまして、某雑誌にそれが載るでしょう。というわけで記念して電卓をかけます。電卓でありました。ステージでは日本語でやってましたね。見た人も多いと思いますけども、ところで、ちょっとところで、私めの、ソロアルバムが完成しまして、タイトルはですね、左腕の夢と言います。なんで左腕なんだとかね、よく言われるんですけど、別に、これといった意味はないんですが、そうですね。
発売は約半月後のね、10月10日、あ、10月5日です。間違えました。10月5日。それで、紹介します。ちょっと、アトランダムに、ダイジェストみたいなテープを作ったんで、それを聞いてもらおうかな。
Thank you.
ってなとこでしてね、これはダイジェストなのであくまでも、LP の感じとはだいぶ違うんですけども、ずいぶん盛りだくさんですね。こうやって聞いてみると自分ではそう思わなかったんだけど相手、というわけで、どうしようかな。詳しいじゃないな、一曲一曲ちゃんと書けるのはまたあと3週間ぐらいに譲って、それではね、あの例の曲ですね、行ってみましょうか。この曲ですけども、曲名を募集したんですけども、そうですね、一応決まったんですけどね、ここにちょっとね、実にたくさんのおはがきをいただきまして、どのくらい読んだかっていうと、多分そうはがきが多かったから1万通ぐらい読んだんじゃないかと思うんだけど、はがきの中にはね、あのこれを推薦してください、スタッフの方へとか、そういう、なんていうの、分かってる人もいたんだけど、スタッフの人も読んだんですけど、やっぱり決めるのは自分で決めたいんで、自分で全部読んだんですよね。もうすごい時間かかっちゃって、大変でしたけども。中には速達の人とかね、すごく遊び心のある人とか、番組をね、そう批判した人とか、番組を面白がってくれた人とか、冬休みもまたやれという人とかね、それからすごく面白いのに名前も住所も書いてない人とか、それからそうですね、あと気がついたのは英語のタイトルが多いのね。やっぱりイエローマジックとかがあの英語のタイトル多いからかな。
すごく結構毒されてるね、英語にね。で、英語、その英語もね、すごくこう、自分で勝手に考えた英語で、英語になってないみたいなのが多い。それから、5日間真面目に聞いた人とか、辰の年号を送った人とかね、怖くて、投げちゃったんだけど。それとかね、あと英語のタイトルも多かったんですけど、あと、宇宙っぽいものとか、SF っぽいものとか、機械っぽいものね、そういうネーミングが多いのが、もっと残念で、もっと遊んだ方がいいんじゃないかと思った、思ったりね。それから、自殺しようと思う人とか、いろいろいましたね。そういうわけで。ちょっとね、もったいないんで、番組の感想などから言ってみましょうかね。これも番組の感想なのかな。香川県の山崎清子さんはね、坂本教授の電気的音楽講座を熱心に受講した花江ちゃんは、もしレコーディングをしたらという詩を作りました。それはね、かきたまうどんを食べます、サンドイッチを食べます、お寿司を食べます、チャーハンはまだです、教授まだ食べますか、という詩を作りました。これも番組の感想ですね。次はね、山口県のね、縄田健二くんね、例の電気的云々、この前の感想、あそこが良かった、ここが良かった、坂本さん素敵だってっていう変な人とかね、題名でもね、すごい変な題名をくれる人がいてね、遊んでますね、盛んに。これは誰だろう、上田市っていうところの関哲也君かな、15歳、曲名たくさん書いてます。豚の行進、豚の縄跳び、豚のマラソン、豚のダンス、豚の丸焼き、豚のフライ、豚の水泳、豚のとんかつ、豚のディスコ、豚の野球、豚の綱渡り、豚のオーケストラ、豚の昼寝、豚のさまよい、豚の殺し屋、豚の親子、豚の食事、豚のプロレス、豚のボクシング、豚の運転、豚の結婚式、豚の行列、豚小屋の夏、豚は天才、豚のテーマ、あなたはアホ、あなたはバカ、そういう、あ、僕は秀才、僕は退職、インベーダーをやっつけろ、テーマのテーマ、僕はモテモテ、僕は真面目、僕は天才、これだけ書いてきた人もいますしね、たくさん書いてくれた人はいっぱいいますね。遊んでて面白いのはね、これ遊んでんじゃないのかな、ね、千葉県の石橋健一くんね、1田舎ポリス、2 RS、 これは隆一坂本だね、3カラーズ、4ギャラクシーステーション、5ザ・デス・オブ・エイリアン、6西風、トン風じゃなくて西風ね、7クレイジーサマー、8ヘブン、9リターントゥーエイシア、10プラスチックの声、11あナイフ、これ1000のナイフじゃなくて1つのナイフってことだね、12ララバイ、13サマーホリディス、14これで好きなの、愛はひび割れ、15イミテーションとかね。残念ながら採用はしませんが、面白いの他にたくさんあります。これは横浜市の石井美智子さん、こんばんは教授様様、テーマソング考えました、うんぬん、こんばんはのテーマ、これ普通の方、さよならのテーマ、これダブバージョンにしました。こういう人とかね、異常な人もいますね。これは宮城県の佐藤隆君ですね。1楽天主義と批評、2生物社会の異常、3インタビュー、4潜在意識の音楽って、こういう人もいますね。それとかね、いっぱいいるんですよ、いいの。東秀夫病の人はね、これは佐藤慎君と、何練馬区の、トラウマ、パラドックス、パラノイア、ジレンマの角、ドッペルゲンガー、アルマゲドン、シュールレアリスム、東病の人ですね。明るいのが一つありますね。岡山市の中野光生君、ズバリ明るい生活。これは曲の、あの曲聴いてんのかね、この人は。割と好きなのはね、大阪府の近藤直子さんね。4つあるんだけど、4番目が好きなんだけどね。1はね、暗闇の森。こういう平凡ですね。2、ホタル。これも平凡だね。3、ショッキングブルー。あ、グレーだ。何ショッキンググレー、これも平凡。次はいい、4番空飛ぶ猫、これいいですね、僕好きですよ。
それからね、とっても素敵な人もいてね、東京市の八王子の山本智之君っていうのかな、普通の方ね、白い窓辺に消えていく少女の絵、ダブバージョンの方はね、オレンジジュースの眠たげの朝、すごい素敵ですね。というわけです。あ、もうちょっと面白いのあるな、これぜひ絶対見たい。匿名希望のね、神奈川県の厚志くんですね。1、お見舞い、お見舞いってこうお土産に引っ掛けてるんだよね。2、痛いけな調べ。3、一人になったら盆踊り。4、東京発電機。5、晴れたある雨の日の曲。6、千の閃光。7、月見団子の咲く道。8、日本はいい国悪い国。9、たった三輪の自転車。10、天と地の調べとかね、この人も遊んでますね。遊んでる人はね、もうちょっといてね、ちょっと言い過ぎかな、いいね。奈良市の高原かおるくんか。1、つけよラジオ。2、うどん。3、ボソボソグニョグニョ。4、始まり。そういうわけですよ。それではね、いよいよ発表に移りたいと思うんですけどね。最後の一発、決めの一発っていうのはなかなかね、決まんなくてね、それでいいのが何種類かあるんですよ。まずじゃあ関東省、関東省からいきますよ。偶然同じ題名っていうのが結構あったんですよね。でこれも同じ題名の人が2人いまして、1人は福井市の北内俊彦君で、もう1人は山口県の岡村忠志君で、The End of 龍一ですね。これ龍一の終わり、龍一の果てと、もう一つは好きだったのは神奈川県の大塚貴子さんで、ダブバージョンの方ですね、革命分析と。それから、大田区の倉本拓さん、ダブバージョンの方です。あ、ダブバージョンじゃない方だ、普通の方。なんマブゼ博士の憂鬱な舞踏。それから次はね、港区の豊田美和子さん中3、麗しこう愛っていう字ですね、愛情の愛、麗しこれはね、ストーリーがありましてね、ちょっと読んでみますよ。体を黒く、ね、塗った僕は猫になって夜の散歩と洒落込んでみるのです。月が光る、青く光る、闇がゴーッと迫ってくる。いつもの散歩道はなぜか金色に光って天まで尾を伸ばしている。冷たいビル街は陽気になり、流行りのロックを踊り出す。闇が包むものはすべて麗しい、黒い僕にもいつしか羽をつけてくれたこの夜。あの快感が忘れられなくて、今夜も僕は猫になり夜の散歩へ出かけるのです。ああ、ここは麗しの街、今日も麗しの夜、ここから当分離れられない。というわけで麗しというテーマが浮かんできたのですと言いました。なぜか変な詩なのか何なのか分かんないと。それからもう2、3あるんですけども、大田区のミレイ・リエさんっていう人かな。ズバリ電気的胎児の鼓動って言うんですけどね、これだけ読むとなんてことないんですけど、下に英語が書いてありましてね、エレクトリックベイブドキドキって書いてます。これがいいんですよね。もう一つはこれはね、どこだ、小金井のとも子さんだけ書いてあるんだけど、微熱少年、微熱少年、微熱が出たってやつですね、微熱少年。これ僕好みですね、松本隆みたい、ハッピーエンドだね。というわけで今読んだ人が、なんか約1万通の中からやっと選んだもんなんですよね。それで最後に残る、僕はこれが一番好きだったやつですけども、静岡市の金高俊則さんっていうのかな、注釈があります。私は写真が大好きで、よくカメラを持ってうろうろするのが好きです。なんかあんまり関係ないですけど、カメラのファインダーを覗くとこんな音楽が聞こえるような気がします。というわけで題名はフォトムジークです。これはドイツ語ですね、フォトムジークって書いてある。あのムジークの S、 あの S はねドイツ語だと Z なんですよね、 Z。
フォトムズイクです。この注釈がいいんですね。すごくカメラのファインダーを覗くとこんな音楽が聞こえるような気がします。でもすごくグッときました。というわけで、あの曲はフォトムズイクにします。それでね、前にも言ったようにここで呼ばれた人はあのね、スタジオに来てもらおうと思うのね。時間がなくて今日は来てもらえなかったんですけど、次か次の回ぐらいに来てもらって、おしゃべりしようと思うんですけども、じゃあもう一回言いますね。フォトムズイクのね、静岡市の金高俊則さん、それから福井市の北内俊彦さん、それから山口県下松市っていうのかな、田村忠さん、それから小金井の智子さん、それから大田区の二礼理恵さん港区高輪の豊田美和子さん、大田区の倉本拓君、神奈川県の大塚隆子さん、この人が良ければね、この人たちが暇があったら来てもらいますので、そうですね、 NHK のサウンドストリートの係かなまで連絡ください。すぐに、今日でも明日でも。というわけでした。そういうわけで無事に曲名を決まったところで、ダブバージョンを聴いてみましょう。